ミネエンジロは、長崎県旧西園義軍瀬戸町出身の日本の教育者である。歌手ディックミネの父親で、ギタリストミネ信弘の祖父。長崎県の王将屋に生まれ、旧正私立大村中学、熊本県の旧正第五高等学校、旧正第一高等学校を経て、明治27年に、東京帝国大学文学部哲学科に入学し、 おやとい外国人だったラファエル・フォン・ケーベルらの教えを受ける。明治30年に帝国大学を卒業し、近現な教育者として山形県の山形中学で、修身、福岡県の東畜中学で英語の授業をそれぞれ教諭として歴任し、29歳の時に佐賀県の佐賀県立第三中学校の校長に就任する。その後、同県の佐賀中学、 徳島県の徳島中学へ校長として転任し、明治45年の明治盛大教育名館に焦燥の校長として紹介されるまでになる。この間、徳島中学の校長在任時に長男の徳一を授かる。大正元年39歳の時に山形県の山形中学に再び校長として起任し、この頃、有志全国中学校長会の会長を兼任する。 大正7年に、新潟県の新潟中学の校長に転任し、最後は、高知県にある私立、旧生徒差中学校に、大正9年、初代校長として赴任したが、昭和10年3月18日、学内の校長宿舎で急成した。長男のディックミネは、自分の教育方針を頑として通した父は、文部省であれ、軍人であれ、岩のごとく、同時なかった。 父は学校でおはようと誰にも帽子を取って挨拶をするのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと言い通した。腹を立てた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金となって脳内出血を起こしたのであろう。父の教育は今の時代にも、 立派に通用する。私は父を誇りに思うと、土佐中学の支部法、筆山大九号に記している。土佐中学では、県県県という自身の掲げた標語の通り制御するまでの15年間、全人格的教育に徹した。生徒からは、自負のごとく、慕われ、まつったあだ名は、音であった。教え子の一人に、後の作曲家、平井幸三郎がおり、 生徒用の蓄音機を用意して音楽を聴かせるなど、上層教育に力を入れていた、ミネの影響で音楽の道に進んだ。ありがとうございます。